はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介する商品はこちらです。はい、ということでね、またまた出ましたグランジスタシリーズ。はい、今回はノーマル悟空ですね。いやー、グランジスタ続いてますね。いや、いいことだ、これは出来がいいからね、このシリーズはね。いやー、こうね、回していきますけれどもね、ちょっとアップしようか。この時点でもかっこよさがもう半端ないね、これね。これノーマル悟空っていうぐらいのこのかっこよさ、やばくね、これ。うわこれはいい。はい、ということでね、今回は、こちらを開封したいと思います。ではね、早速、箱から出してみましょう。はい、今ね箱から出したところですけど、やっぱりね、まあ、この手とかね足はね、前回の一番くじみたいな感じで巻かれてますけれどもね、やっぱり、グランディスター、ロゼからでしょうかね、ブリスターがこれね、やっぱつくようになったら、ブリスターがつくようになってますね。で、今回は、台座と、あとこれは頭ですね、がもうこういうふうにブリスターに入ってるっていうね、結構もうちゃんとした、もうなんだろうね、市販品みたいな、感じになってますね。はい、ではね、早速組み立てたいと思います。はい、ということでね、完成しました。いやー、これはね、めっちゃ悟空、ノーマル悟空の決定版じゃないですかね。もうね、もうこれ、ピントが合わないけどね。はい、ということでね、これめっちゃやばくないですか。いや、ノーマル悟空にしちゃすっげーよくできてる、これかっこいいな、ほんと。このシリーズなんでこんなかっこいいんだろうな。できいいな、これめっちゃかっこいいわ、これ。いや、すっごいね。造形がね、半端ないね。まあ本当ね、でかさも本当あるし、重さもね、すごい重量感満載でね、本当。いや、これをプライズで出しちゃうか。すげえな。前回の一番くじも良かったんですけど、やっぱこれ見ちゃうとね、何なんだろう、このグランジスタシリーズって思っちゃうよね、レベル的に。いやー、すっげえ出来。いや、半端ないよなー。いやー、これはすごい。いやー、いいね。プロポーションもすごいいいよね、プロポーションもすごいいいし、造形いいし、顔も似てるし、
体感もあるし、もう言うことないねこれね。いやーすげえわこれ、まあ、下のあれはスーパーサイヤ人ノーマルとあれ同じ感じなのかな。ちょっと比べてみますか。はい、ということでね、こう並べてみるとねもうわかるんですけれども、まずここのね、服のダメージ、あとここのシワ、あとここのダメージ、全く一緒ですねあの、顔から下は全く一緒です。造形はこれの使い回しですね、スーパーサイヤ人の。ただ塗装をやっぱりこっちは明るめにしてる、うん、まあ、そこで差別化を図ってる感じですね、で顔は違う、だから逆に顔は取っ換えられるのかな、まあ、取っ換えようと思えば取っ換えられるかもしれないですね、まあやらないですけど、うん、いやーこれはね、いやーいいね、スーパーサイヤ人とスーパーサイヤ人前の航空ということで、いやこれは飾り映えすんねこれね、やっべえわこれ。ちなみにね、前回も言おうと思ったんですけど忘れてましたけどね、身勝手の極意極みの、悟空なんですけれども、グランジスタで出るんですね。はい、今ね、画像で出てると思いますが、こちらもめちゃくちゃもうねすごいね、期待度マックスですよこれは、下手したらもう一番くじもう全然追い抜いちゃうんじゃないかぐらいの出来ですよね、まあ一応ね、あの今回のその身勝手珍しいことに真っ黒のバージョンがあるみたいなんですよね。誰得なんだろうっていう感じなんですけれども、なんで2からあんのかわからないんですけどね、まあただまあどっちも欲しいっちゃと欲しいですよね。まあ黒は造形を楽しむようみたいな感じなんでしょうね。いやーほんとねこのグランジスタシリーズめっちゃもう期待度がもう半端ないですね。はい、ということでね、まあなんだかんだで連チャンで、動画アップしてきましたがね、まあこれからもね、続々と、フィギュア紹介していきますんで、この機会にね、チャンネル登録あといいねボタン押していただけますと、大変励みになりますんでね、こうやってどんどん動画のアップ頻度が、増えていきますんで、皆さんいいねよろしくお願いします。ではね、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。